奈落の底から見た、ラジオシティミュージックホールの大ゼリハ様、セマリとは、舞台の床の一部をくり抜き、そこに昇降装置を施した、舞台機構。役者や、大道具を、奈落から舞台上に押し上げたり、逆に奈落に引き下ろしたりすることにより、意表をついた演出や迅速な舞台転換を可能と、する。ローマ帝国の、第11代皇帝ドミティアヌスは、コロッセオの地下部分に、 人力リフトを設ける等の増築を行い、猛獣や剣闘士を競技場へ競り上げて、登場させるのに使用していたと考えられている。コロッセオには人力リフトの巻き上げ機跡も残っており、およそ30機のリフトがあったことがわかっている。歌舞伎では、法歴3年に大阪の狂言作者、並木正造の考案によって、初めて舞台に取り付けられたと言われている。大道具を上下させる。 大ゼリと役者を上下させる小ゼリがあり、いずれも人力で昇降させていた。並木正像はさらに法歴8年には、周り部隊を考案しているが、後には、複数の大ゼリ小ゼリが周り部隊の中に設けられるようになると、部隊機構は飛躍的に複雑なものとなった。1759年には、すっぽんと呼ばれる、迫りが設けられた。 主として花道の下の奈落から花道へ役者が登場するための小型の迫りである。歌舞伎の約束ではここから登場するのは幽霊や化身である。近代になると日本国外においても迫りが盛んに用いられるようになる。動力も人力から伝道となり、また演劇の舞台に限らずコンサートホールなどでも用いられるようになった。アメリカのニューヨーク市にある ラジオ式ミュージックホールの舞台には4機の迫りがあり、そのうちの1機は舞台のかなりの面積を占めるオーケストラ迫りで、あとの3機が舞台後方に位置する小競りである。オーケストラ迫りは大人数のオーケストラや役者を一度に競り上げることもあるので強力な昇降力を備えている。主な執筆者の五十音順、ありがとうございます。